鉛筆転がしにしません、うん、そうなんだろうな、6分のいくつ俺なのそれ。死体見ちゃうのやばいな。お、来た、インポスター。ねえや、めや、ハイブリメイヤの2人で貨物脇ハイブリさんから殺害するか。おい、はい、おい、よし、なんのよし。ダウンロードない。ダウンロードない、そんなことある、汚っ。ちょっと待って、こらクソボだがしゃあねえ。Kさんは武器庫でダウンロードやってたんで、まあ、基本展望行ってそう。僕がコミサボ直してます。どのぐらいのタイミングで。まあ序盤かな、序盤、まあ終わってキッチン行ってるぐらいあるかもしれない、うんうん、高田さんはどこ行きました、武器庫の後。シェリフです、大丈夫です。おお、僕は宿舎短脇金庫のタスクだけとミーティングのタスクだけ。あ、タスクだけ。扉がね、エンジンは閉まってるから、うん、基本ネイヤさんは弾いていい。あ、本当に。エンデス、アーカイブ、貨物、ラウンジ、アーカイブ、シャワーという移動で、ラウンジ、アーカイブぐらいでアルマさんがコミサボ逆走して右に流れたのが見えてますので、はい、アルマさんは絶対大丈夫です。はい、あ、まあ、リズムも無理かな。一応俺、うん、アルマとアーカイブ違って、最終メインの真ん中左ぐらいかな。イズゲームには自分から絶対しろって。イズゲームアルマ。ハイブさんは、セキュリティでテープタスクやって終わって、一回エレキに戻ろうとしてるところです。おお、僕はその、セキュに向かうハイブリさんと2番ぐらいですれ違って、うん、バイタルに行って、で、コミュが直った瞬間、0.5 秒ぐらい今見たところぐらいです。もうちょっと言うと、イズゲン絶対一緒で、ネロちゃんもかなり厳しいとは思うんです。本タスクを全部一緒にやってから、僕がダウンロードして、イズゲンと正違いだから。ただ俺、エンジンの左側のドアのとこまで行っちゃってるから、全然容疑者ではあると思う。うん。だから、逆に鬼木が、シャワーを逆走してる形なんで、俺がシャワーがメインに行くときに。で、メインのドアを開けて、そう、シャワーの奥に行った。ごめん、ベントタスクの。天使がシェリフでどこにいんのかな。俺プテと合わないかって、俺はエレキのぐるぐるタスク終わってなくて、ハイブリさんがセキュでテープタスクやってるの見て、うん、それは合わないんじゃない。だってプテとハイブリさんはすれ違ってるから。なんかね、今回ちょっと待って、いやそうなる、いや合うね、違う、いや待って、僕はプテってだってさ、ちょっと待ってね、ちょっと待って、バイタルを一瞬だけ見るぐらいの時間しかなかったんでしょ、バイタル。いやハイブリさんとすれ違った後に、今回 U の字みたいな形になってる、うん、なってるで、9番アスタリスク勝ちやった後にバイタルを 見ようと思ったんだけど、コミュだったから治るまでちょっと待機してて、治った瞬間一瞬見てってことです。それだったらてか、なんかハイブリさんとすれ違った後にそもそもプテとすれ違わないのは普通じゃないですか。うん、大丈夫むしろやってる場合は、うん、プテとすれ違うんじゃない。構造間違えた。一応あとバイタルの扉開いてます。話聞いてたプテは大丈夫だ。開いてます。開いてるます。いや、伊豆です、これは。竹高健。誰ができんだ、結局な。健さん、小部屋、鬼木、エレキ。高田さんが。
て。手の死体がシャワー右奥です。チキが今メインの配線をやってからシャワーに戻って右奥を確認しようとしたら発見。あの宝さんが離れたじゃないですか。ああ、その瞬間に僕見て死にました。で俺が動き出した時が伊豆死んだ時だから、ネロアルも白じゃね。ああ、うん、そのタイミングで動き出したんだったらもうアルネロタカ、ああ宝さんはシリフか、白で、うん、プテってだって今シャワー降りて、しかもさっきシャワーの奥のタスクやってるから奥に死体確認しに行ったんかな。1秒半前ぐらい。ちょっと俺さっき容疑者言ってたと思うんで喋るんですが、今回店舗デッキで勝ち合ってます。真ん中から3つ、まあ、全部勝ち合いましたね、はい、伊豆さんもね、はい、シャワーとかの方だと思うよ。伊豆さんと俺とゲンさんとプテでタオルタスクのところにいるタイミングがあって、うん、僕とゲンさんが上に行くタイミングで藤宮がシャワーに降りてったじゃん。うんうん、うん、そうゲンさんもいたね、アーカイブで。私はアーカイブ印象残された側でして、名富士がお二人が下がっているのを見て、いや俺はラウンジ、俺はラウンジ行ってる。ラウンジ行ったんだ。俺は、まあ、いずれにせよ藤宮さんの方がお肉に近い人だと思ってます。まあ僕リポートしてるからね。うん。でかいも何も。その後ろに宮さんがいたっていうイメージです、私の中では。てか俺は、まあ、僕視点では多分シャワーの右奥か弁当にすぐ隠れたかって感じですね。どこだっけしたい？シャワーの右奥。そうだから。プテって多分、ね、停滞は絶対しないから、プテと一緒にシャワー下って、僕はメイン配線やるだけやってシャワーに戻ったら光ったって感じです。え、アルマ的にさ犯人見ないパターンあると思う、はい、これシャワーの奥だったら、うん、どうなの、カンカンに逃げてるとかじゃないかいり、うん、まあ俺してるのはそれが、うん、その人物を一応洗おうよ。うん、まあできそうなのは、俺は展望できて、その勝ち合ってます。ネロちゃんが勝ち合ってくれてる証言出てる。まあゲンさんか浮いてる鬼木か。私の場合だから弁当切るでしょう。ゲンさんは絶対無理だと思うよ。めちゃめちゃ直近だし、弁当見られるぐらいの時系列だと思ってほしいです、ね。まあ、基本藤宮ってさっきのキルも藤宮だと思ってるから、ちなみに俺はね。初手キルに関しては僕視点ではハイブリさんかネロちゃんの二択なんで。ネロちゃん今回隠しろ。ああ、じゃあ今回ハイブリさんとのローラーでお願いします、うん、ハイブリさんって浮いてますよね、勝ち合ってて多分シャワーのキルは無理だと思いますけど。オッケーオッケー、じゃあ次のターンで伊豆さんもほぼシャワーだし、メイン配線やってるんだったら藤宮だとしたらめちゃめちゃ人外固まってると思うよ。だからやっぱりゲンさんはね、人外の子かなと思った。まあ鬼キはね浮いてるから分かんない、普通に人外かマットか。いやこれってさ、そんな無理じゃない。プテって奥に行く意味ないでしょ。シャワー奥行って速攻切られるぐらいの意味しかないよね。だって昇降機左からプテって言ってるはずだから。でしかもシャワーのタスクをやり終わったと。で伊豆さんも多分メイン側に行ってると思うんだよな、シャワーのタスクが終わった後は。基本的にはいはい、ちょっとその手の勝ち合いなんやけど、ネロちゃんには伝わらないけど、あの待機してた勝ち合い方を知るのを、うん、が分かってもらえると思うのね、うん、なので手で治って直後に伊豆さん切るとかでもシャワーで見られてんやったら俺は無理やと思ってほしい。一応シャワーでは僕も見てて、停電がなる前に僕がタオルタスクをしてるときに多分伊豆アーカイブから、アーカイブから入ってきたんだけど、シャワー、いやじゃあ伊豆さんはねシャワーでタオルタスクをした後に、停電中にシャワータオルタスクをして後に多分アーカイブには来てないんだよね、藤宮が見てないことから。だからメイン行ってるとしてもメインの方にしか行けなくて、時系列を話すと、停電中にメイヤ、プテ、ゲン、伊豆の4人でタオルタスクをしてたのね。でプテが最初に上に抜けたのね。で停電が明けてアーカイブに入ったら藤宮がいて、プテが下に行ったので、ゲンさんと俺はアーカイブに入ったんだけど、藤宮がプテの後ろをついていく感じで下に行きました。で俺はそっからラウンジのトイレタスクぐらいしかで、トイレタスクのところに行くぐらいまでしか時間がないのよ、うん、だから伊豆さんも伊豆さんが一番最後にタオルタスクについてる人物だから、行けるとしてもメインホールぐらい
多分私とか宮さんしてて、藤宮さんはどっちもできそうぐらいの感覚。てか、そうね、藤宮かね、どっちのお肉も作れそうな感じ。メインホールの配線タスクをしてからっていう状況だと、プテがシャワーの奥にいすぎ。だって、もうシャワーの奥でタスクやってから来てるんだもん。確かに、タオルタスク一回やってるから、うん。やってるっていうか、まあ、拾いに行ってるのは僕も見てるから。だから、死体探しぐらいしかあれがなくて、うん。プテのが先に藤宮よりもシャワーに降りてってるのを見てるから。イズはまあメインの方とかには行くとは思いますよ。その1個前のターンに、貨物ランジアーカイブってきてて、すれ違ってるから、まあ、右に多分もう用事ないと思うから。そうだから、イズさんはメインの方かなって思っちゃう。そうすると、俺は原産はやれないと思うんだよね。ってなると、俺か鬼木ぐらいじゃない？ネロちゃんが隠しろ出てて、剣士シェリフで、アルマ君がほぼ無理でしょ？名役が一応入るのか？これは入らない。聞いてる限りなんか入らなさそうだけど。まあ、ただ一応、まあ、名。多分ね、メイヤさんが入る場合は、いや、入らんか。だって、高田さんが動き出したタイミングでイズが死んでるんですよね。うん。いや、じゃあ、頭入んないと思うんですよ。じゃあ、鬼木しかおらんけど、俺の視点は。まあ、ゴリゴリ浮いてるから、積極的。どうします、高田さん。ゴリ。なんで入れるかっていうと、多分、死体値がちょっと離れてるから、メイヤさんが9できるとしたら、多分、シャワーの方だと思うけど、黒藤宮がレポートはできない。そう。そもそも当てになるのかという。オニキは所定エンジン脇でエレキに降りてる人物だね。ゲンさんがゴミ捨てタスク、高橋さんが除染、オニキはエレキっていう確か動きをしてるから、まあ基本的にやっぱメイン側に行ってる想定だったら、オニキはかなりキルできる位置にはなるよね。7セブンス。ハイブリさんはエンジンのベントタスクのところに置いてきました。うん、ゲンさんには今回白出せます。ネロゲンミーティングです。さっきのとで高橋さんしててアルマは無理なんでしたっけ。無理。アルネロはもうどっちも無理っす、うん、この他のキルで竹尾メイヤの対抗になりそうかな、基本は。ただ僕が、今エンジンを通ってきて宿舎下まで行ってて、死体を見てないから、うん、あのね、停電になる全然前にベントタスクをやってたの、うん、はい、なんかどっちに出てもおかしくないけど、一応キッチンから行ってるからメイン側に流れるんじゃないかな、うん、もしくはまあ上に行くんじゃないかなっていう。一応俺はメイン、エレキで、ガチャガチャタスクをずっとやってたんで、ガン浮きではあります。宿舎下と右を開けたのはネローゲンのどっちかですか。そうそう、ね、うんうん、でヌーンは右にあったから左から右に行くもない。僕が剣棒でアップロードした後に、ああ、キッチン武器庫小山津のコクピットって言っててすれ違ってないからエンジンまで行ってて、僕その後ろを行ってる感じだね。先に中野アルマが剣棒でアップロードを終えて、その後ろをついていくか。あ、僕一回コクピット挟んでますよ。ああ、でも僕エンジンの右側まで行けてるよ。そんなにエンジン取ってんだ。あ、はいはいはい。停電の人は誰ですか。ダブルキルのターンってアルマしてメイヤができないの。あ、いや、できない。いや、藤宮が下位置をずらしてる場合はできると思います。藤宮さんの情報ってもうあんまり当てにならないと思ってて、うん、正確なやつは少なくともおっしゃってない気がするんですよね。シャワー近辺なのは確かだけど。俺の情報で、ゲンさんと俺は一緒にアーカイブに登ったのは覚えてますか。はい。その時に伊豆さんをシャワーに置いてきたのは覚えてます。はい、覚えてます。だとしたら、伊豆さんってアーカイブに来てたらゲンさんが見るはずじゃないですか。はい。で、あのターンってエンジン脇に4人ぐらい湧いて、僕と高田さんとゲンさんと竹尾さんの4人で確か湧いてて、僕がメインから右、高田さんが除染、ゲンさんがゴミ捨てタスクの方、エレキに竹尾さんが降りてるはずなんで、基本メインの方に行ってるんだったら僕よりも鬼木の方が濃いと思ってほしいかな。まあ鬼木するか。バイタル出た後とはいえど、メイヤさんはめちゃめちゃ富士宮殴ってたから、そうは入れにくいなとは。メイ富士二郎であれやらんよねとは思ってました。鉛筆転がしにしません。6分のいくつ俺なのそれ。どうだ悪いな。まあそうだろうな。だろうな。キングボンビーみたいなことそれ。待っていないんか。魔
殺しちゃったんじゃないかな。イズプテどっちかプテさんかな。なんかいいね。ネセット。なんかマットがいねえなーっていう。そうね。うん、スターだと。だから鬼気マットで誰か他あんのかなってずっと考えて。シャワーオンだったら絶対チェケマットだと思った。いや、困ったな。エプテは結局シャワーの奥なの？あ、僕除染した。除染したか。ああ、できるっすね、その目の前で。そこらあの、うん、事故が起こって止まれなくて。止まれなくて。伊豆さん気付け。あの。プテが発見しそうになって藤井さんが切ってくれたんそうなんだ。そういうこと、ね、あそういうこと、かばい合いのあれなんだ。なんも言えねえと何も言えねえ